ここで、なるほどくんたちに変わると。確かに私はこの街で特別な目で見られています。唐突に突然話が続きから始まったかのごとく話し始めてますね。動画パートいくつだったっけ？これやったの。2、3個前だった気がするけど。きっとそれは私が？ストーリーテラーの娘だからだと思います。え、そうなの？魔法姉ちゃんが？ストーリーテラーの娘。知らなかった。なんか、ひどい扱いじゃない？その割には。てか、あのストーリーテラー結婚してたの独身のおっちゃんだと思ってたんだけど。街に出てきて最初はみんな寄ってきました。私と仲良くすればいいことがあるんじゃないか。そんな空気があったように思います。はあ、そういうことはあるかもしれないな。あ、もちろん、私はそういうのじゃないけどね。何を慌てふためいてるんだよ。でも残念ながら彼らにいいことは起こりませんでした。まあ、世の中そんなもんだよね。ある日街である人が私とぶつかって私は転んでしまいました。そしてその晩、その方は魔女の魔法で命を奪われてしまったのです。可愛い娘に妨害を加えた奴は魔女の魔法で殺してしまえっていう、そんな物語をストーリーテラーが書いたんですかね。偶然だったのか、そうでなかったのか、それはわかりません。でも、その日から街の空気が変わったのです。あいつに近づくと良くない物語が書かれる。私がストーリーテラーの娘だから。どういうつもりなんだろう、ストーリーテラーさん。どういうこと？だって、娘の魔法姉ちゃんをこんなとこに閉じ込めて、お父さんが物語を書かなければこんなことにはならないわけでしょ？まあ確かにそりゃそうだな。とにかく、まだ調査は始まったばかりだよ。魔法姉さん、よかったらいくつか質問させていただきますか？はい。私、協力させてください。できる限り情報を集めるんだ。魔法姉さんに聞きたいことは、これあれですね。下画面を表示させないといけないですね。ストーリーテラーについて、シティ唯一の味方。お、これはあれですね。結構長そうだぞ、これ。まあ、とりあえずストーリーテラーから聞きますかね。もしかしたら言いにくいことかもしれませんが、どうしてストーリーテラー、いや、お父さんと一緒に暮らしていないんですか？昔は一緒に暮らしていたんです。町外れの高い塔、ストーリーテラーの塔、あの塔はストーリーテラーの塔って言うんですか？はー。エレンさんの塔って、なんでもないです。なんでもないです。ストーリーテラーの塔。小さい頃は優しかった。私の話をよく聞いてくれて。でもいつの頃からか、パパはだんだん遠くへ行ってしまった。考えてみれば当然ですよね。だって、パパは町の人たち全員の物語を書かなければならないんだから。魔法姉ちゃん、パパはどんどん忙しくなって私は塔で一人ぼっちでした。だから、クローネと一緒に塔を出て町で暮らすことにしたんです。クロワさんのお店に置いてもらってパン屋さんをお手伝いして。今はなるほどさんや迷いさんもいるし、パパのことはもう。ストーリーテラー、一体何があったと言うんだろう。まさか娘を大魔女にする物語を書くとは思えないけど。ストーリーテラーさんのシーン、教授が聞き出してくれるといいね。シティ唯一の味方。おばちゃんのことかな？ボスクロワさんはこのことはご存知なんですか？魔法姉さんがそのストーリーテラーの娘だってこと。はい、知っています。町の人たちがいつしか私の周りから去っていっても、クロワおばさんだけはいつも私の味方でいてくれました。そうだよね、ボス。いつも魔法姉ちゃんのことを思ってるもん。クロおばさんには本当に感謝しています。私5年前にパパの元から離れておばさんのところに下宿していて、あの方は本当のお母さんのように優しくしてくれたんです。本物のお母さんはどこ行ったんですかね？ちょっと気になるんですけどね。そういえば、魔法姉さんの本当のお母さんはどうしているんですか？それが、実は私にはお母さんの記憶がないのです。幼い頃事故で亡くなったのだとパパから聞いているのですが、魔法姉ちゃんの年齢から察するに15、6歳でしょ？大魔女ベーゼラの、なんていうの火事があったのが10年前でしょ？なんか近い気がしますね。でもそれ以上のことはわかりません。パパも詳しいことは教えてくれませんでした。そうなんだ。魔法姉さんに聞きたいことは、大魔女ベーゼラの手がかり。
マホーネさんはベーゼラじゃない。僕たちはそう信じています。だからね、見つけようと思ってるの。本物のベーゼラを。本物。でも、大魔女は伝説のような存在なんですよ。見つけると言っても、まあ確かに、今のところはっきりした手がかりもないんですけどね。考えてみると私たちこの街のこと何にも知らないんだよね。そもそももう5年、マホーネちゃんたちと暮らしていたつもりでいたけど、その記憶も偽物だったし。マホーネさん、どんなことでもいいから何か心当たりはありませんか？マホーネさんが知らないかと思って。魔法の事件は魔法捜査騎士団の皆様が徹底的に調べてくれるのです。大魔女の手がかりがあったら見逃すはずはないと思います。やっぱりそうですよね。今まで魔法捜査騎士団が捜査をして解決しなかった事件はありませんから。まあ、ちょっとでっち上げた感というかね、弁護側が全く機能せずに冤罪になった可能性が非常に高い気はしますけどね、裁判模様を考えて。あれ？ちょっとおかしいな。どうしたの、まよいちゃん。解決しなかった事件はないって、ちょっと引っかかるんだよね。そういえばなんか一箇所あれだよね。錬金術師が殺されてうんたらかんたらっていうのがあった気がするな、未解決事件で。夜にルークくんと歩いてる最中に、ジョバンニに言われたんだったっけ？確か。そう、だいぶ前なんでちょっと記憶があやふやですけど。え？あのね、私、ゆうべ街でジョドーラ検察市長さんに会ったんだけど、え？ジョドーラ検察市長に？うん。魔法の事件を捜査してたの。確か今から3ヶ月前に起きた事件で、唯一解決されてない事件なんだって。解決されていない。あ！そういえばその事件の噂、少しだけ聞いたことがあります。この街で解決されてない唯一の魔法の事件か。魔法ねさん、その事件のこと、詳しく聞かせていただけますか？そこまでだ、弁護士。ん？面会の時間終わりだ。さっさと出ていくがよい。そんな時間の制限なんてあったの？もういいとこなのに。これからいいとこだったのに。マホロさん、迷いさん。私、その事件のことはあまりよく知りません。きっと、検察師様なら。わかりました。ありがとうございます、マホネさん。それじゃ、また来るからね、マホネちゃん。頑張って。ありがとう、お二人も、お気をつけて。マホネちゃんもやっぱ可愛いよね。なるほどさん、迷いさん、私のためにあんなに頑張ってくれているのに、お二人のために何かできることはないのかな。これ一人で考え事してる感じ。大魔女ベーゼラ、今まであまり考えたことなかったけど、ん？大魔女伝説の大火、炎、火事、なんかちょっと目が怖くなってきたんだけど、どういうこと？う、な、なに？あ、頭が。今なんかすごい小さい女の子が上空から見下ろしてた絵が映りましたよね。まさか魔法女さんだったのかな。今の炎は私の記憶。どういうことなんでしょうかね。この街でたった一つ解決されない魔法の事件か。確か錬金術師の人が命を奪われたって言ってたな。錬金術師、それはまた怪しい響きだな。なんか鋼の錬金なんたらっていうのは聞いたことありますけどね。その情報をジョドーラ検察長から聞いたんだって。うん、クローネちゃんを探していた時にね、言おうと思ってたんだけどすっかり忘れちゃってたよ。やはり唯一解決されてないというのが気になるな。もしかしたら大魔女につながる手がかりになるかもしれない。お、いっちょ調べてみる、その事件。うん、そうだね。それじゃあまずは検察士さんたちの部屋行ってみようか。何か教えてもらえるかもしれない。よーし、そこなくっちゃ。まあおそらく何も教えてくれないだろうけど、ちょっとこの二人に対する風当たりは強いからね、この街の。ほら、なるほどくん、弱気な発言は禁止だからね。ちょっとふくれっ面の迷いちゃんも可愛いです。言ってないのに。今心の声だったのかな。この辺はもう調べる必要はないやろう。検察室控え室に行ってみよう。行ってみよう。あ、読むの忘れた。読むの忘れたんですけど。あー、今なんて書いてあったの？一
伝えかな、気になる人は動画を戻して一時停止してみてください。あれ、ひらめきコインが1枚足りないよ。まず1枚調べますか、どこにあるかね。この攻撃ムード一色の鳴き声はもしかして、出た、中堅、中堅くん、かわいい格好した、なかなか毒舌な中堅ワンちゃん。あ、中堅くんだ、今日も元気いっぱいだね。行こう迷いちゃん、ここには噛まれる以外の未来はない。そうかな、今日は機嫌良さそうだよ中堅くん。ほらほら、なるほどくんも撫でる撫でる。まあそうですよね。で、検察市長さんはどこにいるの？あ、G 県か。なんだ、青木弁護の騎士ではないか。そんなところに這いつくばって何をしている？あ、G 県さん、よかった。私たち話が聞きたくて。ほらほら、なるほどくんも立って立って。なんなんだ、あの猛犬は。飼い主の顔が見たいぞ、そこにいるよね、確かね。ふ、愚かな。なるほどくんの顔が、中堅は我が相棒にして騎士、貴様など歯が立つ相手ではない。やっぱり中堅くん、G 県さんの犬だったんですか。散々人を噛ませておいて涼しい顔してるな、この飼い主。まあ、よい。話とはなんだ、手短に済ますがよい、青木弁護の口を。あ、一応話してくれるんだ。あの、この街の魔法の事件は皆さんが捜査してるんですよね。あ、そうだ。できれば未解決の事件についてお聞きしたいんですけど。覚えておくといい、我が魔法捜査騎士団は優秀なのだ。はあ、魔女どもが起こす事件などもちろん一つ残らず解決している。相変わらず涼しい顔で生きたなこの人。すみません、僕たちが聞いた話では一つだけ解決してない事件があるみたいなんですけど、確か錬金術師が殺害されたとか。貴様たち、それを誰から聞いた？え、あ、あのドドーラ検察市長さんですけど。それを早く言え、とぼけただけ時間の無駄だったではないか。隠してたんですか？公表してないの？僕のせいかよ。あの方にも困ったものだな、このようなものに情報を漏らすとは。まあいいだろう、中途半端は好まぬ、そういうことであれば教えてやる。あ、はい、お願いします。なかなかあれですね、ストーリーの核心部分にだんだん触れてくるようになってきましたね。この動画は結構、動画パート結構大事じゃない？今から3ヶ月前、街の広場の近くに住む錬金術師が殺害された。あの、G 県さん、早速わからないんですけど、魔法と錬金術って何が違うんですか？さあな、そういう難しいことは俺にはよくわからぬ。そうなの？え？実際町の者たちも彼を尊敬しながら警戒もしていたようだ。尊敬ですか。奴はその術を使って薬を作り、医師の真似事もしていたのだ。その薬の効能はまるで魔法のようで、あの界隈ではベル・デューク博士と呼ばれる有名人だった。何にせよ、少なくともミスト・ベル・デュークは魔女ではない。え、どうしてわかるんですか。ミスト・ベル・デュークは男だからだ。あ、やっぱ魔女は女っていう風に限るんだね。シンプルな答えだな。そのベルデューク博士は3ヶ月前謎の死を遂げた。謎の死？彼の死には常識では考えられない2つの謎があった。その1つ目は犯行現場の状況だ。彼の亡骸は彼の屋敷の研究室から発見されたのだが、その部屋には鍵がかかっており、魔法を使う以外は犯行は不可能だった。鍵をはかってる部屋も魔法を使えば殺せるってこと？それってもしかして密室殺人ってやつ？なんだと？密室？いえ、なんでもありません。それでもう一つは？これまでの魔女による事件はすべて物語に書かれていた。ストーリーテラーによって指し示されていたのかな？物語、ストーリーテラーの予言か。しかし、ベルデューク博士の殺害事件だけは物語には書かれていなかった。そんなことは今までなかった。この街でたった一つの未解決の事件、そしてこの街でたった一つ予言されなかった事件。やっぱり調べてみた方が良さそうだな。
面白い男だな、青木弁護の騎士を。そういえば逆転裁判さ、やったことないんだけど、ちょっと調べたところ、なんかそういう証拠の探索とかもするんでしょ確か。で、そのかき集めてきた証拠を持って裁判に立ってバトルをするっていうゲームらしいんだよね。ね、皆さん多分知ってると思いますけど、そういうくだりが今回もあるのかなこれ。我が魔法捜査騎士団が3ヶ月にわたり追い続ける魔女を捕らえるなど、可能だと思っているのか。やってみなければわかりません。恐ろしい魔女の返り討ちに遭うかもしれぬぞ。それは勘弁してほしいな。まあよかろう。ベルデューク博士の屋敷は広場の先にある。そのあたりの門に聞けばすぐわかるだろう。ありがとうございました、事件検察士。青木弁護の騎士を。なんだ?貴様との戦い、まだ終わったとは思っていない。もう一回戦う時が来るだろうね、きっとね。裁判パートまだあると思うからな、きっとな。また裁きの場で合間見える日を待っていると。つうか、あんた負けたんやろ、この間前回。負け認めなさいよ、なんか。負け惜しみですね、わかりますよ。受けて立ってやりましょう。わかりました。うん。早く調べて。反応があるよ。ミストビルデュークの家はすでに魔法捜査騎士団が調べ上げたのだ。今更言ったとこで無駄骨になるだけだと思うがな。コインがあと1枚足んないんだよね。これ謎もしかして、このワンちゃん叩くと。あ、謎じゃなかった。これ、ルークくんいないから何て言ってんのか分かんないんだよね。迷いちゃんもうこの猛犬くんは放っておこうよ。もっと噛まれるとこ見たいのになぁ。迷いちゃん、怖いね。コインが欲しい。コインはどこ?コインがあと1枚あるはず。一斉に反応なのか。さあ、まず徹夜明けでもスキームが冷めそうですけど、この辺確かな、前なんか見た気がするな。前、この部屋に来た時にジョドラ検察室長がいて、一通り調べたような気がするよ。なんか見た気がするね。だいぶ前だから、ちょっと記憶はあやふやかもしれんけど。コインどこ?残り1枚。キラキラ光るコインがどっかにあるはずなんだけど。どこや?どこですか?キラキラって、ルークがキラキラって、光ると思うんだけど。これかな、一通り説明を聞かないと、コインが現れないタイプなのかな。そういうのもあった気がするからな。どこですか?多分この、ジーケンと、犬は、調べてもセリフは変わらないと思うんだよね。そうだよね。お、小粋な筆立てがあるよ。これなかなかの一品だね。ダンベルがまだあるか。あれ、それさっきと同じじゃない？連続で叩かないと次の、なんていうんですかね、セリフは出てこないのかな。コインどこ?諦めるか?あ、見つけた!あー、よかった。よし、じゃあコイン見つかったんで、今回のパワーはここまでです。いいのか、こんなお家で。また次回もよろしく。